い、辻岡です。はい、かのちです。はい、ましこです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで大晦日でございます。ね、お前鴨南蛮そばが欲しいって言ってたよな、去年な、うん、買ってきたんだけど お前大遅刻しすぎだ。食べれない、時間がない。おや年末師走っていうぐらいだからね。そうだね本当にね、あの10分しかないんで時間。イエーイ終わんない、仕事が収められない。はい、ということでね、大急ぎでちょっとやっていきたいと思いますが、はい、大晦日っていうことで、去年はね、自己紹介的なことやったんだよ。あー、やったね。そうなんだよ、すごく言いながら。そうで、今年はね、まあ、そばはちょっともう今日は却下だ。却下だ、却下だ、却下だ。うん、そんな時間はない。ない。まあ、1年間でね、約360何本うちら出しました。うん、面白かった動画をね、俺らなりに考えようかと決めようかと思ったんだけど、俺がね、決めちゃうとダメなんだよ。カドチがね、今回選んできてくれた。おや、今までの動画の中で選んできたよ。おお、ということでね、カドチの方からね、どういう風にやるのか説明してもらおうかな。おや、うん、ノミネート、ノミネート作品、ノミネート作品、まず4つ、はい、4つで、4つ、はい、そこでなんとか賞をあげようかと思っております。あ、4つ作品選んで、その中の一つ一つに賞をつけるってことか。そうよね、そうがいいね。そういうことか。オッケーオッケーオッケー、わかりました。おや、はい、じゃあちょっと、じゃあ早速ですが、おじゃあノミネート作品4つを発表したいと思います。何も聞いてないから、本当に本当に言ってないから。はい、じゃあまず1個目何ですか。1個目、はい、最近の思うの、うん、あのさ、ゆうきさんっていうカメラマンいるじゃんか。はい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 。あの人ってさ、はい、今更なんだけどさ、はい、すげえ人だな。すげえ人だよな。すげえ人だよ。ということで、やはり、はい、一作目、はい、思い出に残っております。はい、江ノ島でうちらがアイドルやらされたことね。あっあの黒ラチ、はい、あれはちょっと外せないかなと、出会い的にも。なるほど。ノミネート作品ナンバーワン、ゆうきさんとプロカメラマンに撮影してもらうという感じですね、江ノ島で。あれね、はい、じゃあダイジェストになると思うんですけど、少しどうぞ。すごい方に来てもらえることになったんですよ。ちょっと出てもらっていいですか。どうぞ。どうも、はじめまして、カメラマンのゆうきと申します。おー、ゆうきさん、よろしくお願いします。お願いします。マシオさん、飛んじゃいますか、はい、飛びますか。せーので、いきましょうか、はい、せーの。アイドルマシコやってきます。いきまーす。はいはいはい。うわー、はい、殺意だ。はい、いいっすね。はい、いいっすね。なかなか動けるじゃないですか。最高っす。やばいぞ、やばいぞそれ。はい、いいっすね。はいはい。あー、やりきってくれますね、2人とも。そうです。ナイスナイス。はいはい、はい、懐かしいですね。懐かしい ね。僕たち見てないですけど、まだ可愛いよね。可愛いね。はい。僕はリチャード・マルダーのね、ダンクを初おろしした日なんですよ。ああ、そう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 。砂まみれになってやがった。はい。いや、ゆうきさんには感謝だね。ゆうきさんに感謝だね。はい。エントリー作品、はい、第2作目、いきましょう。第2作目、最近ちょっとね、離れてしまってますけれども。はい。まあ、アウトレットの時も来てくれて、やっぱうちらって言ったら外しちゃいけないやつって、いるじゃん。みっちゃん。そう、はい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 、みっちゃんと一緒に、はい、いろんなとこにロケに行ったじゃないですか。はい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 。実は思い出に残ってるのが1本、カドッチがすごい好きな動画だ。すごい好きですね。すごい好きです俺。はい、あの時に俺とマシコさんの背中を見て、俺たちこれでいいなと思ったんですよ。はい、わかりました。オッケー、わかりました。絶対に閉じない踏切があるという動画ですね。それだ。はい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 。ヤマトのね、そう、基地に向かう、基地に向かう配線を歩いたっていう。あれ知ってるか、俺ひたすらしょんべん我慢してんだぞ。はい、おやん、ちょっと見てもらいましょうか。おやん、こちらです。ドン。大和市にね、俺が一回も閉じてるところを見たことがない踏切があるの。おやん、いくら待っても電車が来ない踏切があるの。来ない、電車が来ない。そう、気にならない。すごいでしょこれ。ほらほら、こう電車が通ってる気配がまるでないの。スタンドバイミーごっこできそう。ね、まあ、すごい箱屋やんじゃん。トイレ行きた。お前したいこと多いな。トイレある。
あそこから行けなくなってるっぽくな。あ、ほんとだ。え、どうしよう。やっぱ厚木基地あれば、うん、うん、厚木基地だね。おーおーおー、着いた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 。はい、ということでね、はい、ゴール着きましたよ。はい、あ、やっぱり米軍基地だったね。米軍基地だったね。はい、トイレ行きたそうですね。これね、最後にね、ヘリコプターが飛んで超うるさいのね、気づかないのね、俺。そうそうそう、うん、最悪だわ。そういうとこ気をつけなきゃいけないんだよな。でも面白かったからいいと思います。はーい、はい、初めてみっちゃんとロケ行ったんだよね。じゃあ次行きましょうか。おいえ、エントリーナンバー第3、3番は、はい、俺ちょっとで実は悩んだの。はい、やっぱりすごいなって思ったのは、はい、ハイパーアダプト。ああ、ここでスニーカーが来る。スニーカー。はいはいはい。スニーカーの出会いがなかったら、おそらく俺は一生履くことがなかったであろう靴だと思うし。メルシーさんにね、ハイパーアダプトをカドッチに紹介してもらった。そう。俺も初めて履いた時だね。そう。で、なんかね、最近ちょっとね、インスタ見てて思ったの。うん、メルシーさんかっこいいな。かっこいいよ、あの人。これやっぱ外せないかなと思って、靴的に。確かにね、ハイパーアダプトはやっぱ今年を代表するスニーカーといって、ね、間違いないでしょ。買えなかったけど。いまだに覚えてるよ。ウィーンってやつな。そう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 。じゃあちょっとだけ見てみましょうか。おはい、こちら。はい、先生、ホランです。はい、カノチです。はい、よろしくです。どうも、私です。はい、よろしくお願いします。そうですね、そう、ハイパーアダプト見てるんですよ。僕からもちょっと説明していいですか。はい。実はね、メルシーさんね、肝心な部分ね、抜けてるんですよ。何何、これね、自動でシューレースが閉まるんですよ。ええそうなの。そうなんですよ。そうなの。これ光るだけじゃないんですよ。そうなの。ちょっとセンサーが反応しないな。おお、すげえ。あ、これすげえ。え、どうなのどうなのどうなの。グーンってなる、グーンってグーンってなる、これ。わあ、すげえ。あー、中に完全内蔵なんだ。おお、あああ、すげえ、かった、すげえすげえすげえ。はーい、懐かしいですね。懐かしいですね。懐かしいって言っても結構最近だね。そう、あれは最近だと思う。うん、けどやっぱりあの電化製品にされた靴ってすごいなって思って。確かにあれは電化製品といってね、何も間違いがございませんね。ね、はい、スニーカーファンブックのあれを見てたら、俺これ履いたわと思って嬉しくなっちゃった。じゃあラストですか、これ。ラストですね、ラスト、はい。やっぱさ、今年僕も二十何足靴を手に入れた身としては、はい、好きなあのシューズ系の YouTuber 誰かなって思ったりするわけじゃないですか。はいはい、そうするとあのラーメンばっかり食ってる YouTuber さんが僕のこうポンって浮かぶんですよ。ああ、はいはいはい、ミノルさんですね。知ってます知ってます。その人その人、はいはいはい。でね、今回ね、マシコさんに決めてってやった時に、はい、やっぱり一番最初に上がってきちゃった。はい、まだ俺が原宿が怖かった、今でも怖いけど、うん、怖かった頃。はい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 。あのでかい人たちが2人来て、ちっちゃい可愛い人が来てくれた時の嬉しさったらなかったよね。あー、ミノルさんだけでなく、だけでなくよ、ガバリさん、そう、マッシュさん、あ、3人とね、そう、初めてコラボレーションした時ですね。 YouTuber と呼ばれる方と初めてコラボレーションさせていただいた時ですよ。初めて画面で見てる人たちが、うんうん、そこにいて初めましてって言われる時の感動は、はいはいはい、ちょっとキュンとした。確かにね、ガバリさん、もう感想が、はい、2人でけえだったからね。はいはいはい、はい、すごいっすよね。ガバリさんは1万人超え、ミノルさんはもう続々と増やしてってね、増やしてる、6000何人。 そしてマッシュ君はね、オロナさんっていう方とね、組んでね、バラエティやっても、うん、ドーンと、ね、ドーンと爆発してますからね。ね、すごいですよね。そう、ちょっとそんな3人とねやれてね、すごく僕たちも幸せだったなっていう。青春オーバーランドしてもかなり上位に入るんじゃないかなと俺は思ってます。あれはもう僕の中でもやっぱりすごく思い入れ深い一発だと思いますね。ですよね。はい、はい、ということで、はい、ちょこっとですけど見てみましょうか。おう、はい、こちらになります。どうも、こんにちは。じゃあ、ね、ちょっと怪しいと思った AV かなんかだと思ったけど、ガバリさんがいてちょっと安心してちゃんとシェスタッチが。すごい。すごい、すごい、すごい、スニーカーズカップ、はい、そうです。めっちゃ見てますから、紹介されるスニーカーをの中でどれが一番人気あるのか。いやでもやっぱギャルソンかっこいいな。せーの、あーやっぱこれ人気だ。せーの、おーおー、すごいギャルソン、すごいな。はい、ということでね、4本エントリーしていきました。どうですか、マシコさん、依存は。そうですね、
僕依存ないですよ。いい感じですか。まあ強いて言うなら俺たち2人の動画っていうのは一切なかったんだなっていう。俺たち2人の動画で一番面白いのって言ったら俺3時間とんべかなと思ってそりゃねえべえと思ったんだよ。わかりました。おや、ちょっとじゃあ今相談したところ、お今回エントリー作品選んだの作家どっちなんで、おその4本に賞の名前を俺がつけるということですね。わかりました。はい、じゃあまず1本目エントリーナンバー1。ナンバー1、まずゆうきさんにね、江ノ島で写真撮ってもらったプロカメラに写真を撮られてみたみたいなやつですね。あちらの動画僕がつけました。はいよ。1年間大変お世話になりましたでしょう。感謝感謝です。もうあの人に感謝なしにはもううちら、そうだね、もう本当に語れないんでね。はい、もうお世話になりっぱなしです本当に。なりっぱなしだね。はい、いや本当にありがとうございます。次、おや、開かない踏切で配線を歩いた動画。おや、まあちょっとタイトルを書く、この辺にこの辺に、はい、ショーの名前付けさせていただきます。おや、本当はこういうことがしたかったでしょう。お前もう一個一個積もる俺。僕たち本当はね、スニーカー YouTuber をねするつもりはないところから始まって、ね、いろいろなねご縁があって、そうそう、スニーカーを力入れていこうって決めたんで、原点的なところはあれなんですよ。そうだね、原点的なのは本当に散歩動画とかも撮りたかったし、うん、ぬるいぬるい動画やりたかったんですけど、今がねつまらないとかそういうわけじゃなくて、もっと面白いものを見つけてしまったっていう ね、うん、ただ原点はあれです。僕たち原点はあっちですな。はい、本当はこういうことをやりたかったでしょうですから。おいや、はい、たまにやっていきます。次、ハイパーアダプト、おお、ミエルシーさんですね。ミエルシーさん、はい、発表していただきます。その名前、お、未来来たーでしょう。あの、ショーを言った後にどうってみんなやめて。うん、はい、OK。 いやー、あれは未来のスニーカーをね体験できた、ね、本当に本当に今まで見てきた未来がね、なんだろう、すごいなって思った。でも本当にすごい靴、すごいなって思った、ね、うん、靴ここまで来たかって。本当だね。うん、じゃあラスト。おい、ラスト。最後のね、あれですね。俺たちが初コラボと言えるべき。はい。お。2017年。おや。青春オーバーラン。お。俺たちの MVP です。おや。あれがなければね、ちょっとここまで来れなかったかなっていう気持ちもあるし、ね、やっぱり、うん、本当にお世話になった。本当に。うん。特にミノルさんにはお世話になりましたし。ねえ。あの先輩方にね追いつきたいっていう気持ちでやってきてね、うん、ですのでね、本当に来年はね追いつこう、おや、本当に追いつこう、おということでね、いやー大晦日ですよ。時計を気にしてやばくね。はい、1年間ねいろいろやってまいりましたけど、まあね、これからねちょっと大急ぎでねロケ行かなきゃいけないんですよ、はい、なのでちょっと頑張ってここら辺で締めさせていただきます。おいえい、はい、すいませんね、バタバタで、はい、バタバタで、はい、の何とぞ吉野に来年もよろしくお願いいたします。はい、ということで皆さん良いお年をお迎えください。はい、以上セシルオーバーランでした。またねー、またねー。